未来の孫娘たちはひっそりとおとなしく、だがひそやかに咲く貴族の気品を漂わせていた。私は自分の目が時折姉妹の方に移ろってしまうことを禁じ得ない。だがこの基地でそんな風なのは私一人ではなかったはずだ。夜になると彼らはミハイの周りに集った。ミハイの護衛機を任されたパイロットたち、彼らのジャンパーのワッペンは今はもうどこにも存在しない国の紋章だった。数十年前、エルジア王国が最初の国土拡張を繰り広げている最中に飲み込まれて消えた国の。ミハイは尋ねた。だが国とは何だ？空から国境線というものを見たことがあるのかね？私の世代はもう故国の言葉を喋れません。祖父母が使う言い回しがわからないのです。首をかしげると悲しそうな顔をされてしまう。何も答えないミハイの顔には古い傷跡が走っていた。空の戦士として負った傷ではない。ミハイの故国はシラージ。彼の本名はミハイ・ドミトル・マルガレータ・コルネリウ・レオポルド・ブランカ・カロル・イオン・イグナチウス・ラファエル・マリア・ニケタス・ア・シラージ。彼がまだ若く大公国の世継ぎだった時、共和制を求める運動が起こった。ミハイに向けて引き金を引いたのは彼が最も心を許していたはずの友だった。ミハイの国の革命はなったが、直後拡大するエルジア王国に飲み込まれて消えた。エルジア王家は彼と彼の一族を王族に準ずる者として扱おうとした。だがミハイはエルジアの一平民として徴兵される道を選んでいた。エルジア王は彼に空軍士官学校への編入を命じた。以来王家が倒れ、エルジアが共和国と変わっても彼は命じられるまま戦場の空を飛んだのだった。実験基地が急に華やかになった。ミハイの孫娘の同級生が訪れたのだ。バラの紋章。この朗らかによく笑う娘こそ新エルジア王国国王の娘だった。王政を復古させるため王家の血筋として探し出された娘だった。だがこの王女を得たことこそエルジアの幸運だった。ミハイの孫娘が気高い夜空の月ならば、王女は太陽。感情が豊かに湧き出し、それゆえ戦火の中にある国民に向けての放送で多くが慰められた。娘たちの歌声。内心では祖国の独立を願うはずの護衛機パイロットたちも微笑んでいる。ハーモニー。だがミハイはどう思っているのか。私は彼の神経データを除く技術者となった。だがそんな私にも彼の魂の奥にあるはずの故国に対する思いを読み取ることができない。諸君らの任務は、おとりとして敵の目をそらすことで罪を償うことだ。さて、諸君らは本基地から北西に位置した砂漠地帯ロカロアへ向かい、そこでエルジア軍の大規模駐留基地を攻撃する。この敵駐留基地の対空戦闘能力の詳細は不明。諸君らはこれを攻撃し、敵の対空射撃を誘発すること、できるだけ多くの敵弾を浴びることだ。それにより敵の発射点を確認する。その後正規部隊の攻撃隊がこれを掃討する。
なお、本作戦では後方に弾薬補給と機体整備ができる前線基地が設営されるが、これは諸君らのためのものではない。もちろんそれは正規部隊のためのものだ。おとりである諸君らは弾薬付きようとも機関ラインを越えずに踏みとどまり、敵の射撃の的になるのだ。機体の準備が整った。滑走路手前で待機しろ。スペア8、貴様らが敵基地を叩けば正規部隊の損失が減る。それができない者はおとりとして射撃の的となれ。
イレブン、前方に敵の基地を確認。地形が複雑すぎて空からじゃ無理だ。地上部隊でやってくれ。スペアイレブン、お前たちでやるんだ。だがでかい爆弾で地形ごと吹き飛ばせってんだ。トリガーは敵施設を潰したぞ。他の奴は寝てるのか。あんなハーリング殺しがやったのか。こいつはオッズを変えなくちゃな。スペア50、ロックオンされているぞ。機内でラジオでも聞けりゃ気持ちが残るんだがな。スペア15、フォックス2。スペア15、目標破壊。後ろだ、後ろにいるぞ。車両破壊。接近する機影を確認。方位280。こいつは無人の迎撃機だ。こいつはまさか無人機か。サイドとなって空戦ができるのか。機械が人間に勝てるわけねえ。騒ぐな。作戦を邪魔する敵機が来ただけだ。元の任務も継続だ。来ただ。どっちかだけでもきついぜ。くそ。こちらスペア7。くそ。
ちを行かせたのか。囚人部隊は捨て駒なのさ。だましやがって腐ったれ。懲罰兵が一人前の口を聞くな。作戦は継続だ。この車両はいなくなった。次の目標に移れ。ザコの始末は頼むぞ、トリガー。おい、胴元が死んだら崖はどうなるんだ。もう決まってるだろ、マルケ。また一機やるだぞ。もう無理だ、撤退だ。指示に従え、戦闘継続か。従わない者は処罰する。ダメだ、機体が喧嘩にならねえ。パイロットがいなくなるぜ。黙れ。やってられるか。決めた、俺はトリガーの後ろにつく。船の確かな奴といた方が生き残れる。死にたい奴は死なせてやれ。判断を間違えたな。液水槽なら俺が上だ。カロット頼りにならない。水増しして報告してるのバレバレなんだよ。こっちもやっと体が温まってきた。ミサイルマスター、ロックオンされている。敵前逃亡は厳罰に処する。番犬が吠えてやるぞ。貴様ら覚悟しておけよ。やる気があるのは俺たちだけみたいだな。トリガー、ここは激化する勝負でも、どっちが一番かはっきりさせよう。天気を捉えたぞ。敵の基地に十分な打撃を与えた。
終了だ。祈祷しろ。逃亡兵どもには必ず報いを受けさせるが、お前たちは見逃してやる。当たり前だ。どうかな。案外一緒くたに独房入りかもしれん。おい、誰が独房入りかかけようぜ。あの爆死頭がいたら言っただろうな。どうしたお前ら、仲間が冗談を言ったんだ。笑ってやれ。何機か落ちたようだが奇襲は成功した。だが機関ラインを越えて基地で補給と整備を行った者がいる。命令官は独房入りだ。連れて行け。